third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい、ノア。ノア。はい、ご用意しました。ツートン。ツートンです。このノア一回出たんちゃうかな、動画。で、これツートンにしたり、もうちょっとやりたいこと全部行くんでっていう話しとってんけど、はい。はい。完成しました。おー。はい。まあ、新車で、ハイブリッドの SZ グレードは。はい。で、メーカーオプションだけさっきちょっとさらっと言っときます。LED のヘッドランプと、パノラミックビューもついてるんで、38C ついてます。はい、で、快適利便パッケージ、ディスプレイオーディオプラス、この車両なんと、ブラインドスポットモニターもついてます。あ、マジっすか。はい。だから、ドライバーズサポートパッケージやったかな。はい。うん。ヘッドアップディスプレイ。ああ。はい。ついてるやつ。はい。はい。それがついてないぐらい。ああ、なるほど。はい。まあ、はい、ほぼフル装備っていう一台なんですけど、はい。バローレンコンプリートか、作って、はい。セナがさっき言ったんですけど、もう、ツートンしときました。これ、在庫車両？在庫ですね。まだ売約済みじゃないんで。あ、デモカーとかでもなく在庫車両。在庫車両で、なんとこの車両、バローレンのリアスポイラーのタイプ2つけます。おー、完成したぜ。わー。一応今日はその動画の手やねんけど、一応年明けからこの車写真撮ってもう販売スタートするんで、はい。2024年、最初の目玉車両。うわー、これ第1号をね、はい、どなたが乗ってくださるのか楽しみですね。楽しみな、はい。一応今回、もう素地関係フロントパーツは、ほんまや、うん、バンパーカバーも素地黒にして、でフロントスポイラーもバローレンのやつ塗り分けして本当だ。でリアウィングとかリアのリフレクターも、もうやっちゃってるんで、はい、もう最初からね結構いける車両です。はい、即お乗り出しできますね。できます。まあちょっと今回ちょっとタイプ2がメインやから、はい、ちょっとあとはさらっといきます。はい。サイド、まあやっぱこのツートンがね映えるサイド、はい、すごい。これ中やから今あれなんですけどね、外行ったら結構ほんまメタがキラキラするんで綺麗なんですよ。これカラーは、これオリジナルカラー。あー、はい、結構荒いメタ入れとるから、これみたいな、うん、あ、ほんまや、はい、綺麗ですね。綺麗で、足回りは RSR さんのベストアイの車高調で、ホイールはよく、2023年も使った、 ありがとうございます、はい、ワークさんの WFT、はい、ブラッシュので今回はタイプ2つけたから、車高調全下げしてます。あ、全下げ。はい、だからもうちょっとタイヤも3号で攻めてるんですけど、はい、うん、全下げでもやっぱりバローレンの野郎落ちてないっすね。あ、すごい、うん、まだ全然いけるで。なんか前下げ感ないですね。フロントはまだもうちょっと下がんねんけどな。リア前下げにしてそれにフロント合わしてる。あ、なるほど。はい。でサイドのアンダーパネルもつけてるんで。はい。いやー、横からのこの感じもうたまらんな。いやー、いいっすねー。はい。まだリアごめんスモークは貼ってないんで。はい。これどうしようかな。どうしようかなとは。あー、この動画、年内出せるかな。出せます。出せるな。よし、じゃあ。ジールが、一応30日から5日まで休みなんですけど、はい、この車両いつまでにしようかな。ちょっと1ヶ月経ったらもう絶対に売れるから、はい、15日まで、1月の15日まででこの動画見てスモーク鬼軍曹が貼ってくれるんですよねっていう方、はい、一応もうこれは俺からお年玉というか、おー、はい、リアごめんスモークはもうサービスでやります。おー、ってことは、はい、YouTube を見た方限定ですね。限定で、限定やな。うん。だから、15日過ぎると、別途費用はかかりますんで。はい。はい。一応、お年玉。わー。はい。痛むな、財布が。はい。お年玉。まあ、せっかくやからな。はい。うん。ありがとうございます。やりましょう。はい。まあ、サイドはこんな感じになってます。はい。はい、リアです。あ下映してない。まだ映してない。うん、今俺も背伸びしてる。はい。もう早速行こうか。はい。はい。見てください。どうぞ。ドゥーン！やー！はい、すごーい！バローレンのリアスポイラーのタイプ2。はい。はい。動画で何回かやってんけど、はい。やっと、色の塗りも終わって完成しました。わー、かっこいいじゃないか。はい。これはマフラーが出ない？今回はマフラーです。
です。うん。これ、まあ実はな、リアバンパーからあんまりもうほんま落としてないね、これも。はい。だからマフラーもな、実は調整次第では結構下目につけたらいけるかもしれん。ちょっと出るぐらい。ここが一番落ちてんねんけど、はい。うん。あわよくばいけるかもしれんけど、一応、最初に発売したあのリアスポイラーはもう4本出しマフラーありきというか。ああ、そうですね。うん。こういう切りかけが入ってるんで。はい、マフラー4本出しの方はこっちでみたいな感じで思っとって、はい、一応今回は、まあ、予算的にもちょっと抑えれるように、はい、前の、リアスポイラーはリアスポイラー購入してマフラー購入してでリフレクターもかぶ、うんね、っちゃうんで、はい、そういう面で言ったら、まあちょっと費用面、はい、まあ、リアビューかなりガラッと変わるんですけど、まあ予算的にちょっとかかってしまうんで今回は予算を抑えれるためにもうリフレクターも純正残してます。お、うん、はいはい、この車両はちょっとエンラジ商事さん の案件であったリフレクターついてるんですけど、はい、ここもツヤありの黒いも塗ってます。お、はい、で今回は当初なここの横の部分、うん、ここなもうちょっと張り出しとってんけど塗り分けの部分ほんまもうちょっと多かったんだけどちょっとなやっぱこっちはシンプルにちょっと落ち着けたかったからちょっと少なくしてん。シンプル、シンプル、うん、そうでまあまあ存在感出せるためにここ塗り分け真ん中はがっつりいけるようにして、はい、であとここもな最初フィンなかってんけどどっか行った帰りにな結構俺そういう時にこういろんな車のやっぱこう見んねんや前にベンツがおってんや、はい、あんまりこうがっつりしたなフィン俺あんまり好きちゃうねんや。あ、うん、あ、このベンツと思ってこれぐらいやってん。あ、これやったら結構ありやなと思ってまあ何もなかったら寂しいからちょっとやってみようかなっていうことで4つフィンついてるんで、はいはい、まあ後ろからなんていうの真正面から見た時もなやっぱりあったらあったで、うんうんうん、いいで今回一番こだわったのが、はい、このリアバンパーとの一体感出したかったからゴムモール入れてない。あ、でもうこのバチバチのフィッティングすごそう隙間ない、うん、でなセナこっち映してほしいんだけど90ってのはちょっとなここリアバンパーちょっとここなんていうのくぼんでんねんや、はい、うん、ここもバッチリバチッと出してるくぼんでるとは思えないですね、うん、だから真後ろから見た時にさここにゴムモール入っとったらやっぱこう後付け感出んねんけど、はい、こうあこういうリアバンパーなんやっていう、うんうん、なんかつけてる感もなくて違和感ないです。もともとゴムモールなんでつけるかって言ったらエアロがまあこっついてるやん、はい、で両面テープ 0.2mm 一番薄いやつでも 0.2mm あんねんけど、はい、それを貼ったらどうしてもリアバンパーとの隙間 0.2mm 開くやん、はい、だからゴムモール入れんねんけど、あ、今回はこの両面テープまあ行ってんねんけど一周、はい、ここの最後ちょっとエアロな立ち上げてんねん、おー、こっちに、はい、当たり面だからちょっと断面で言ったらちょっとこう飛び出てんねん。なるほど、うん、一応写真撮っといたから、はい、入れて。わかりました、はい、で今回も、純正のピンとつくように、はい、ここの角の下この下映ってる、ここ映ったかな、映ってんちゃう？はい。と、ちょうどここ。あ、はい、映ってます、はい。4箇所。4箇所。あ、計4箇所、純正の位置。1、2、3、4。そう、ピン、バチってこう、くるように作ってるから。はい。で、何回もすいません。一応、ここの、ここまっすぐ行かんと、ちょっとこう切り欠きみたいにして入れやすくしといたんで、この一工夫、はい、うん、これあるだけで入れるとき入れやすい。あー、はい、やっぱ工夫されてますね。はい、自分で研いで自分で塗って自分でつけるから、まあ、そこまでちょっと考えて、はい、結構オンラインショップでやっぱりご購入してくださるお客様多いんで、はい、やっぱりまあフィッティングにもこだわって、あとまあ取り付けやすさ1の、はい、こう合わせやすさっていうのを考えながらちょっと作ったんで、はい、はい、この動画出る頃にはまたオンラインショップで、販売スタートしてるんで、皆さん、はい、タイプ2の予算的にね抑えれるんで、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、ちょっとタイプ2やっぱり喋っちゃったんで、あとさらっといきます、うん、はい、さっき言ったみたいにリアウィングの裏も塗ってる、リフレクターのカバーも塗ってる、はい、はい、でテールランプなちょっと若干見慣れてきましたね俺この12月なんだやったやろな、この前
なんか 2台やってませんでしたっけ、同時に。昨日同時にのやった、これともう一台。うん、今月だけでほんま10台近くやってんで。おー、うん、だいぶ早なってきた。もう、トリセツいらなくなった。今回はレッドつけました、レッドレンズ。いや、なんか、はい、ちょっと統一感が出てますよ。俺結構な、この白ボディに、まあ、この感じ好き。はい。うん、レッドレンズ。私もです。うん。で、ハイマウント今純正やねんけど、はい、これ販売時には、あの、バレンティさんの、あの、レッドレンズに、あの、変えとくんで。え、それはあの、サービスではないですね。え？お年玉。何を？いや、あの、大丈夫。あの、もう、お年玉でいくから。お年玉でいくから。はい、2万ちょっとすんねんとせな。スモークとこれでもう6万円ちょっといくから。で、何やったら、これエンラージさんの案件で2回使ってるから、そう、リフレクターもエンラージさんついてるし、はい、セナと取ったあのセンターコンソールのあの、置くだけ充電。はいはいはい。あれ何円しとったっけ？ 3 万円ぐらいやったっけ？ 2 万円ぐらいやった？ 2 万ちょっとぐらいやったっけ？あれ何分でしたっけ？出しといて、セナ。はい、わかります。金額、はい。あれも結構するけど、あれもついてるんで。おぉ、めっちゃお買い得やで。やばー。はい。まあ、はい、あの、一応ちょっとオープニングとかだけやっとこうか。おぉ。はい。おぉ。一応ウインカーな今あの点滅にしてんねんけど、はい、販売時 あのシーケンシャルがいいって言うやったらシーケンシャルにしてくださいって言ってもらったら、はい、それでやりますんで、はい、バローレンは、はい、リアスフェイルタイプ2発売して、はい、ちょっと興奮してあのバレンティのテールランプとツートンとか全部やっちゃったんですけど、まあ、今回のシャルはほんまに、ハイブリッドの SZ でさっき言ったみたいにメイクアップオプション、LED のヘッドランプ、パノラミックビューついてるか、トヨタチームメイト、はい、あとブラインドスポットモニターもついてるし、快適リベンパッケージ、で、あとディスプレイオーディオプラス、で、なんとね、14型の UTL、小関ディスプレイもついてるんで、はい、あのもう言うことないんで、激アツ、はい、で、15日までにご制約いただけたら、リアスモークとバレンティーのこのハイマウントストップランプ、はい、はい、されてやります。はい、ストップランプよっ、うん、まあ、あの10年やからな、うん、思い切ったことを、はい、やっぱり2024年もなちょっと攻めていかなあかんから、はい、いやーちょっと、ね、年内にちょっと発表できたんで、うん、いいなんとかかんとかでほんまにもう忙しいのに多分この動画はもう今年最後かな。え、この動画今年最後じゃん、うん、あかもしれない。あの2023年この暑苦しいね、はい、僕の顔の見納めとなります。はい、読んだはい、皆さん今年もねチャンネル登録2万人いったりとかみんなでこう頑張ってやってきたんですけど、やっぱり普段見てもらってる視聴者さんがコメントもすごく多くて、はい、はい、温かいコメントばっかりで励みになって頑張ってこれました。はい、セラムな編集バーやり続けてもう1年3ヶ月やもんな。はい、うん、来年もよろしくお願いします。はい、はい、ということで、今回はバローレンのリアスポイラーのタイプ2できたよっていう動画と、はい、この車、販売しますという動画でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。皆さん良いお年を。良いお年を。疲れた。